こんにちは、下川です。今日はですね、前回に続いてバンコク戦5月を見てみます。で、前回東京見たので関西中部あたりをですね見ていこうと思います。で、一応ですね、9月どんな感じかなということで関西バンコクをまず見てみますね。あ、今日はですね8月23日です。8月23日のデータです。多分あんまりね料金差が出てこないんですよね。連休の時もねあんまり上がらない。まあ関西いいかなと思うんですけどね。まあ連休はね16、17、18、まあ、1万7000ぐらいなんで23日マジックとして、その翌週25日もね1万7000で安いのでね、22、23でまず見てみて、ここから始めましょうかね。これで見るとどういうのが出てくるかというとこですね。ピーチ機使って帰りが帰りエアジアで旅行、悪くないけど、これだったら金曜日の場合に行けちゃうんじゃないかなとふと思いますよね。まあ、金曜日の場合に行くと、このピーチがこの高くなったりとか、そういうことはあるんだろうけれども、まあ、そうでしょうね。そこで探ってみる。まあ、月曜日、もうそもそもね、日曜日に帰るというより、月曜日に帰るという発想の方が後ろ倒しということで前提にしているのでね。安いのでここらからちょっと動かしてみましょうかね。じゃあ22日金曜日夕方立てないかということですね。9時50分というと、まあ、金曜日休むことになっちゃうんで、出発をですね遅らせます。夕方以降この辺りに、お、エアアジアのいいのがあるじゃないですか。23時55分、午前3時50分、その日はフル、土曜日フルに使えるというやつですね。で、帰りが、今これ一番上のがもうぴったりじゃないかな。これで決まりじゃない？LCC 使ったパターンはね。要するに金曜日の夜23時55分と経って、土曜日の朝3時50分に着くと。で、土曜日、日曜日、月曜日、まあ、日曜日に帰ってくるようなことになるのか。これじゃあちょっと もっと、まあこれでもいい。3万5千でいいと思うけど、まあ、結局土日2日間ということでね、まあせっかくだから3日いたいと、火曜日のさっき、あ、これ一番上に出てくるやつですね。23時55分、3時50分。それで、火曜日の朝、0時55分。で、土日月と目いっぱいですね。目いっぱいタイですね。で、朝8時40分。これで決まりじゃないかなと思いますね。で、これで、まあ、6件あるから、どっか、trip.com。ただ、trip.com が、37,420円。ただこのね2つ下のねエアジア X も、うん、まあエアジアでね往復なので出してきてますね。38,240円、その差がまあ800円ぐらいかね。まあどっちを選ぶか、僕トリップドットコムで大丈夫だと思う。問題ないんですけども、まあまあ、どうしてもという人ならば航空会社で予約取るのが一番楽ですが、まあ、操作性とかね、いろいろ楽さから言えばトリップドットコムの方がいいかなというような気がします。で、これはまあ、安いのを取ってきましょうかね。一応ね、まあ、タイエージャー X で予約してもいいけどね。はい。それで、まあ、毎回これ最近よく見てるんですが、この日程で LCC じゃないやつをですね、あるだろうか、うまく、まあ、当然高くなるんだけど、いいのがあるだろうかということでね、スターアライアンス、スカイチーム、ワンワールドあたりで見てみるとですね、どこが出てくるかというところで、まあ、6万いっちゃうか、さっきは37,400円。ここで、まあ、当然のごとく東京と同じですね。
ベトナム航空の往復が出てくると6万円台、まあ、ベトナム航空の時間の組み合わせっていうのがいろいろ出て、これが非 FSC、レガシーキャリア LCC じゃないパターンのあれで、まあ、6万円を出てしまうというところですね。ずっとこれマカオ航空だったっけ、それとタイ航空の組み合わせ、これも6万円出てしまいますね。まあね、東京でね、ちょっと考えて、これはなかなか面白いな。まあ、実はね、タイ航空が今非常に頑張ってる。要するに一回潰れてね、その後日本路線非常に力入れてですね、収益率高めてるので、面白い航空券出てくるのでね、東京もね、やったの、それ見てみたので、要するに、タイ航空の直行便を使って、まあ、どのぐらいでうまく楽かなというね、要するにベトナム航空で6万円で行くんだったらという前提ですよ。要するに LCC でまあ3万7420円で、まあ、タイアジアでね、直行でもあるわけだから、関西の場合これでいいという人は全然問題ないんだけど、ちょっとなという方のために見てみます。とね、ちょっと往復でね、見るとね、あんま良くないんでね、良くないんですよ。組み合わせがね、うまいのが出てこないんです。それでちょっともう、いろいろずっと見ていけば出てくるのかもしれないけど、もう、めんどくさいんで、片道で行っちゃいます。片道で、22日の夜立つのがあるかなというところですよね。はい。22日の金曜日の東京バンコク、まあ、ちょっとこれ46時間、これはちょっと2万8000円で安いんだけど、ちょっとあれですね、これか、17時35分、まあちょっと早く会社を出てというとこですね。その日の夜に着きます。3万円台で出てくるかな。11件もあるからね。trip.com で37,920円、これをね、行き使ってですね、帰りをまあ安いので帰ってくるということです。金曜日の夜もタイ着いちゃうと。で、23日、24日、25日の晩帰ってくるとフルに3日、それやった時に、まあ、ベトナム航空の6万円台よりもまあうまくいくかというところですけどね。ちょっとこれを見てみます。と、帰りはこれスターアライアンス全部外すのでね、帰りはもう LCC でいいと。スターアライアンスで一気に行っちゃおうという発想ですから、これをバンコク、大阪にします。それで25で見てみますか。何が出てくるかということですね。最安値1万8000円。あ、養生で出てくるな。帰りがですね、25日、5時とかで、同日、ということか。これいくらかな。trip.com で、9月の25日の月曜日の0時55分の8時40分で、17,810円とこういうことですよね。で、まあ、25日、これだったら結局、まあ、タイアジア X も1万8000円出てきてますが、まあ、土日しか入れないということになるので、この同じ飛行機が実は火曜日にあると非常にありがたいっていうところですよね。ありましたね。はいはいはい。と、9月の26日の0時55分の8時40分。分のエアアジア。ジアが、これはどこ7件もあるから、またトリップだと思うかな。エアアジアが一番安くなってるな。
アジアが19,250円。そうするとね、さっきのですね、タイ航空がね、37,920円足す57,170円で、行けると、往復。両方とも直行便ですね。悪くないですよ。だから、エアアジアの往復で、行って、37,400円。それで、片道タイ航空行き、もっと早く行っちゃうと。で、帰りはまあ、エアアジアで帰ってくるというようなパターン。これは僕はおすすめだと思います。まあ、ちょっと5万7千円ということで、2万円ぐらいアップするけど、現地の滞在時間、まあ、現地の滞在時間はあんまりね。というか、前の日に着くのでね、非常にいいんだけど、まあ、時間的に見ても、まあ、エアアジアの方が得ですよね、これはね。ただまあ、どうしても、そのね、ちょっとLCC だけはな、みたいな人にとっては、行きタイ航空で行くと。もう帰りはもう夜0時55分の寝て帰ると、エアアジアでですね。そうすると57,170円。まあ、どっちにするかというような、選択でしょうね。ただまあ普通だったらね、これもね結構ね、いいかなと、東京なんかね非常にいいなというふうに思った人多かったと思うんだけども、関空の場合ね、エアジアがね、その非常にいい時間で出してるんですよね。夜、金曜日の夜出てね、火曜日の朝立つというね。だからね、ちょっとすごく心が乱れるとこですよね、これきっとね。値段が2万円違ったら、まあ僕だったらエアジア取るかなというとこでしょうかね。はい。関空見てみました。じゃあ、ちょっと時間ください。この後ちょっとチューブ、ちょっとね、事前にちょっと見るとね、今回ね、チューブがね、ちょっと、良さ、いい、まあまあ、そんな、まあいつも安くないんだけど、ちょっと、工夫すればというとこが出てきそうなんで、チューブを見てみます。セントレアですね。はい。これはね、8月23日のデータです。参考にしておいてください。じゃあ、ちょっと時間ください。チューブの方に移ります。はい、後半の方で、中部、名古屋を見てみようと思います。関空同様にですね、9月の23日発、25をとりあえずちょっと調べてですね、そこから、ちょっといろいろ用を聞かせようかなというふうに思ってますので、これでとりあえず見てみます。4万6000。ジェットスターとタイエアアジアを使ってどこで乗り換える、福岡に乗り換えるパターン、19時間、帰れ9時間でいいんだけどね、9時間、まあ、26時間、ベトナム航空になっちゃうかも。やっぱりね、チューブ少ないね。9時間、これでしょうね。まあ直行便で多分5、6時間のと中部バンコクですから、それをまあ9時間っていうのはまあまあ許せる範囲だと思います。セブンスイック使ってうまく接続できるんですよね、ようになったんですね。9月23日の、これちょっと動かしますけれども、夜出て3時55分、まあちょっときついけど9時間について帰りは23時の11時ということで5万6000円。これ1件なのでちょっと不安だけど、キウイコンか、ちょっと悩むな。いやね、 LCC1 本で行くときね、キウイとかですね、
前トリップとかでもまあいいかなという思いはあるんだけど、2本だから4本乗るってことになると、そうするとちょっとやっぱりね、なんかのトラブルの時ちょっと不安が残りますよね。まあとりあえずちょっと日にちを変えてみたら、別のこと航空券あの予約先になるかということで、この時間だったらね、もう23日に出る必要はなくて22日に出ます。あるかどうかは別にして、中国系が出てきたね。中国系ちょっとさっきに出てきましたね。はい、20時20分、ジェットスターで行って、セブパスイクで、乗り換えて3時55分、5万5000で出てきます、ジェットスター。帰りはジェットスター、タイエージャーとジェットスターというですね、帰り23時に11時50分。これやっぱりキウイコムなんですね。キウイコム一社でね、ちょっとペンディングかな、どうしようかなというところですね。まあこれ最安値、ね、まあ最安値、ね、というかもっと安になるんだけど、もう時間が良くないので、中国系だったりするので、まあこれが安いとこだろうなというような気がします。所要時間考えればね、往復で9時間。さてどうしようというところでですね、ちょっと片道で考えてみます。そうするとどういうことになってくるかというところですね。さっき言ったタイ航空のですね、名古屋タイ航空飛んでるので、それもちょっと考えてみようという意味でですね、片道で考えてみます。そうすると名古屋の場合もうまくいくかもしれないと、セントレイバンコク行きですね、9月の20日22,000円で、22日の夕方出たいからね。まあもうこれでいいか。要するにジェットスターとタイエアジアを使うパターン、さっきのの20時20分っていうのが出てくるのかな。あ、これだ、ジェットスターとセブパシフィック航空が、これ時間がね、非常にまあ寝るだけですけども、朝早く、効率いいんですよね、22日でね。そうするとね、これ2件に増えてるんで、さっきキウイで1本だったでしょ。お、トリップドットコムが出てきました。これでまあ安心して帰るというところになりますね。22日の夜たって、3時55分、トリップドットコムで3万。ね。これは行きで一つ、いいんじゃないですか。タイ航空とか見てみる、見てみますけどね。タイ航空、タイ航空朝しかないのかな。待ってくださいね。エスターライズで見て。11時が1本あるだけなのかな、タイ航空は。まあ、4万2000円で比較的に安い金額で出してほしいな。ですね、どうもその感じですね。はい、全日空になってしまいますもんね。はい、ということはですね、ちょっとタイ航空の行きをタイ航空で使うっていうのはちょっとよろしくないということからするとですね、行きで、だから帰りでちょっとタイ航空狙ってみようかなと思うんですけども、まあ、とにかく行きはですね、これですね。非常に効率のいいジェットスターのセブパシック、これが往復で買うとキウイになっちゃうんだけど、片道で買うとトリップドットコムになるという、まあ、これあたりが面白いところなんですが、まあ、非常に安心して買える航空券になるということですね。で、まあ、片道が、もう帰りがうまくいかないとどうしようもないんだけど、それで片道の、ね、帰りを見てみます。バンコク名古屋で25日ということなので、25日、22日の夜だって25日で、何が出てくるかですね。まず、行きで時間もいいんじゃないかなといったタイエージアとジェットスターの9時間パターンですね。所要9時間ね、これね、25日タイエージア9時間パターンで、これがまたどっかトリップドットコムでも出してくれるとありがたいんで、ああ出てきましたね。
トリップドットコム25,700円で出してます。と合わせるとですね、さっきのと合わせると56,720円ですね。まあ LCC 往復してこの値段だったら、まあ、まあまあまあ、あのチューブとしては悪い値段じゃないんだけど、関空が37,000円で出てるのでね、あ、一番安い LCC でいいというならね、だからこれはちょっと LCC で比べたらやっぱり関空行った方が得だと思います。でもんで、ちょっと見てみたいのが、帰りをタイ航空という手はないかというとこなんですよ。それで、スターラインスを見てみると、タイ航空いい時間があるじゃないですか、0時5分8時、これいいよね、こういう時間のね。これ25日で見てるので、これだったら26日でいいんじゃないかな。まあそのまま、ありますね。高くなる。高くなるかな。あんま変わんないね。はい。26日、片道のタイ航空ですね。まあこれ11件もあるんで、そこから中の IT 系の旅行会社がこれは売れると思っているんでしょう。42,000、トリップドットコムで42,280円か。でね、さっきのですね、一応まあ、セブパス、ジェットスタープラスセブパシフィックと9時間ので行くと場合、31,020円でしょ。で、帰りはタイ航空、まあ夜中便ですけど、74,300円まで上がっちゃう。で、多分ね、ベトナム航空とか FSC 使っても、まあ6万円はいくと思うので、それよりも高くなる。ただ名古屋が使えるというね、メリットで、これで行く、まあ、名古屋で帰りで行楽したいと。行きもそんなに苦労しないのでね。まあ7万円、大阪行って LCC 使って7万円。あるいは、まあでも大阪行ってタイ航空を使って、まあ難しいようなところだけど、地元で行きたい、地元の方が楽だという方にとっては、これを一つの、選択肢だとは思います。まあ、帰り楽ですね、タイ航空ですね。そういう意味では、フル22日の23、24、25と3日間フルに使える、航空券で0時5分って非常に効率のいい時間にタイ航空飛んでくれてますので、名古屋までね。これは、まあ、うまく使えば、効率のいい滞在ができるのではないかなと思います。はい、今回はね、ちょっと名古屋もね、まあ工夫す、まあそんなに安くならない、最終的には安さ狙えば関空行くしかないんだけど、まあ都合のいい航空券というのは作れそうなケースでもあったので作ってみました。はい、これはですね、8月23日のデータです。最後にまとめてますので参考にしてみてください。